時刻は8時もありました。日曜日の憂鬱の時です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君宏と争わない弁護士工藤敦子です。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、この番組は日曜日の憂鬱な気分を希望に変える番組となっております。最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス、宛先は 797@fmgino1.com、797@fmgino1.com までお願いします。そして YouTube でも同時に、配信をしております。YouTube から入っていただいて、FM ギノワン日曜日の憂鬱を検索していただけるとご視聴できますので、こちらも合わせて、お願いします。お願いします。はい。ね、もう1月も今年に入って1月もだいぶ。1月も 4回目の日曜日ですよ。そうですね。すごいですね。5回あるんですね、日曜日。5回ありますね。1月は22日。はい。だいぶ、もう、沖縄の方はもう20度超えてるみたいで、うん、はい。もう春日差しが見えてね。はい。あったかいですね。東京はまあ10度前後なんで、まあ普通の平年並みかちょっと暖かいかどうなんでしょうね。でもなんか今年寒いって言われてますけどね。そうですね。寒かったけど、なんか若干ちょっと暖かくなったかなって。また寒い時が来るんでしょうけど。うんうんうん。まあただ北海道とかはマイナス札幌で10度とかですね。すごいですね。少しずつね、春に近づいていくんでしょうけれども。はい。うん。はい。沖縄から北海道行ったらどういう服装していいのか分かんなくなりますよね。分かんなくなります。それはユニクロ駆け込まなきゃいけないかもしれない。そうですね。はい。マイナス10度ってどういう体感なんでしょうね。ね。マイナス10度寒いですね。東京でマイナス10度って行かないですよね。行かないです。行かないですね。マイナス、基本マイナス1、2度ぐらいですね。うんうんうん。はいはい、ないです。行かないです。そういうとこ行かないと。そうですね。まあ、東京は、雪も、まだ全然降ってないですもんね。ね、本当です。はい。まあ、それはそれで。うん、降りそう、はい。うん。ということで、ちょっとお便り2件ほどありますので。お願いします。お願いしたいと思います。はい。まず1件目が、東京都練馬区の浅草の辛坊さんから、ラグビーの話題を取り上げていただきありがとうございますということです。でもありがとうございます。ありがとうございます。で、もう一件ですね。これ、匿名希望の、まあ、毎回多分聞かれてるリスナーさんなんですけど、ご挨拶出遅れました。今年もよろしくお願いいたします。お二人のゆるいトーク、癒されて楽しいですということです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいですね。という2件が、はい。はい、皆様、今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、今日もですね、沖縄にの出身の、はい。はい。ゲストの方に来ていただいて。お呼びしてますので、後ほど、録画終わった後にご紹介したいと思いますので。はい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 、じゃあまず1曲ね、聴いていただきますかね、はい。はい。今日のゲストさんがね、アレンジした、ティーンサグの花です。お聴きください。はい。じゃあ、ということで、本日も、素敵なゲストをお呼びしてますので、ちょっとご紹介したいと思います。本日のゲストは、沖縄出身で現在、東京都内を中心にトランペット奏者として、活動、活躍されています、メカル森道さんです。よろしくお願いします。どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。
メカルさんは、沖縄出身でトランペット奏者ということで、はい。はい。まずトランペットは何歳の時からされてるんですかね。小学校の4年生から、おお、ほほほ。吹奏楽部で手に取りまして、はい。そこからもうずっとやってる感じになります。おお、何かそのトランペットをやるきっかけっていうのがあったっていうのがあるんですか？なんかトランペットが良かったみたいな。いや、僕全然音楽そんなに好きでも何でもなくて、楽器も知らなくて、クラブを小学校の時選ばないといけなくて、ああ、なるほど。で、吹奏楽部のなんか字に楽っていうのがあったんで、楽 なるほど。吹く楽部っていう。はい。で、このクラブ楽なんじゃないかと思って、おお。入ったら楽器見せられて、はいはい。何やりたいって言われて、目の前にあったのがトランペットだったんで、おお。トランペットを選びました。ああ、すごなるい。ほど。すごいですね。トランペットってでも結構大きいですよね。あ、いや、そんなに、もう、あ、そうそうやっぱ、はいはい。はい。じゃあそのトランペットはその時買ったっていうわけじゃなくて、そのあったものをじゃあ最初は。あ、そうですよ。学校のを使って。その学校で教えてくれるんですか、トランペット。学校では先輩とか、あと先生とか、クラブとかが教えてくれる感じでしたね、ずっと。トランペットって、でもトランペット教えれる人ってそんな、身近に結構いるもんなんですか？ そう、なんかもう大体、小学校とか中学校でやる方は、本当に、なんだろう、先輩たちから教えてもらって、もうひたすらマウスピースという部分があるんですけど、口につけるところですね。そこをずっと、1ヶ月ぐらい、ブーって鳴らして、で、2ヶ月目から、じゃあ、そろそろ楽器つけていいよっていうふうな感じで、で、そこから練習し始めたって感じですね。なるほどですね。すごいですね。それ、その小学校4年生はい。で始めて、今現在、もう職業にされてるっていうところが、なんかすごい素晴らしいというか、たまたまうまく。でもすごい、頭で 楽から入って仕楽事、から入ってる。すごいですね、なんか そこから本格的に音楽の道に進もうって思われたのはどういうはい。なんですか？きっかけですか？きっかけ、あ、はい。きっかけも、これ全くあれなんですけど、まあ、はい。東京に出たいなとずっと中学おお、校はいはいはい。思ってて、で、普通の大学ちょっと行けないなと思って、僕あの、学力あ、はで。いはいはい。で、なんだったら東京に行けるんだろうって考えたら、まあ、ずっとやってるトランペットだったら、もしかしたら、なんか練習すればいけんじゃないかと思って、おお。で、ただ、都内の国立音楽大学ってあるんですけど、おお、すごそこに、い。はい、それ一浪して、入ることできまして、はい、そこから東京の方に、住ませてもらってます。そうですすね。ごい。いや、なんかそれ東大行くより大変だと思います。いや、東大の方が全然大変ですよ。すごい。でも、それじゃあ、大学、あ、東京に出てきたがために、まあ、真剣に、その、トランペットも、みたいな感じなんですね。まあ、あの、はい、まあ、あの、小学校でやってるんで、まあ、トランペットのこと好きだっていうのもあった。はい。まあ、初期をできたらいいなっていう。ああ、だね。なるほどですね。なんはい。か気持ちはわかりますね。ああ、ありがとうご僕もあれですね、東京に出てきたいがために美容師になったようなもんなんで。ざいます。ああ、そうですか。はい、そうですね。全じゃく興味なかったし、まあ今も大して別に興味があるわけじゃないですけど、そうですか。当日としてなんか、はい、なんかいいなと思って、はい。最初、そうですね、芸術の方に、芸術関係のなんかやりたらなとか思ってたんですけど、まあそうやって言ってるだけで、ただ東京に出てきたかっただけなんですけど、はい、あ、なるほど。それがきっかけなんで、なんかすごいわかります。いいですね。実際、でも東京に出てきて、じゃあ18で出てきた感じですか？はい、18で出てきて、まあ、都内で一浪する、してて、はい。はいはい。はい。
で、そこから、うん、あの、2年目で大学に入った形ですね。ああ。大学生活はどうでしたか？あ、大学生活は、楽しかったです。楽しかったですよ。まあ、あの、先輩とか仲間にも恵まれててですね。はい。過ごさせていただいてました。ちなみに音大に行くためには、やっぱりトランペットだけで行けるんですか？それともなんか他のピアノ弾けたりとか？あ、そうですね。トランペットやったり、あ、トランペット、あと、ピアノもやんないといけなくて。ああ、やっぱりそうなんだ。でもピアノは、もともと、その、ちょっと並行してやってたんですか？あ、ピアノは、ちっちゃい頃に、1年間だけやってたんですけど、うん、あもう嫌でやめちゃったんですけど、はい、で、そこからちょっと音大に目指すっていうことになって、高校の時から、うん、あ、中3ぐらいからですかね。はい。教えてもらいまして。ああ。まあ、でも結構ちゃんとやってるんですね。あ、そう。なんか、こう、結構しっかりやってる感じですね。そう。なんか、あの、ご両親とか、はい、周りの、例えば身近な人が結構音楽関係ってあるっていうのも特にないんですか？あ、そうですね。ああ。もう全くいなくて。はいはい。はい。そう。私も小さい頃ピアノは習ってたんですけれども、はい、あ、はい。本当に練習が嫌だったっていうのがありますね。練習嫌ですよね。嫌ですよね。ピアノ。その1時間が苦痛でしたね、毎日。ピアノとか両手あるんで、僕もちょっとなかなか、はい、はい、苦痛でしたね。小さい頃。でもトランペットはそうは思わなかったってことですか？トランペットは、あの、3本しかないですし、あと単音っていうのもありますし、はいはい、単音。それで結構音を出す楽しみもあったんで、結構、はい、のめり込んじゃったっていうか、はい、楽しく吹いてました。まあ、今はやっぱ職業にされてるんですけど、やっぱり楽しいですか？楽しいっていうか、まあ、楽しいからやってるのかもしれないですけど、はい、はい。まあ、そうです。まあ、楽しく、はい、やらせていただいたり。はい、そのね、音大卒業しても、なかなか音楽一本でやれてる方って少ないかなって、全然仕事ながらに思うんですけれども、はい、大学卒業しても、もう本当にトランペットでずっと行こうっていうふうに考えられてたってことなんですか？そうですね。ここまでやったから、ちょっと行けるところまで生活してみようかなっていう感じですかね。たら、ここまで来ちゃいました。ああ。へえ。すごい。そういう場合って、こう、大学卒業して、どういうふうにお仕事って探していくんですか？お最初、卒業して、うん、まあ、あの、人捨てに仕事とか紹介してもらったりとか。はいはい。あと、2年目ぐらいに、ヤマハの講師、あの、契約しまして、はいはい。で、そこで都内とかで教えるようになりまして。おお。で、そこからまたあの人のつながりとかできまして。っていう感じで。はい。ちなみにトランペットを、その、教わるというか習いに来る方ってどういう子供が多いんですか？それとも結構、年長者とか大人とか、どういう世代が、どういう人が来るんですか？幅広くてですね、僕、一番最年少が何歳だろう、5歳ぐらい。本当にモテるかモテないかぐらいの。はい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 。あと、最高齢っていうんですか、うん、年長の方が、いつまでとか75歳ぐらいまでやれて、はい。で、ちょっと、通うのが辛くなったからっていう理由で、はい。すごい。5歳の子っていうのは何かを、そのトランペットをやる、ピアノとかやりながらトランペットもやる感じなんですか？じゃなくて。なんか、きっかけはテレビを見て、はい。芸能人か誰かがなんかトランペットを吹いてたらしくて、で、それを見てなんかやりたいとお母さんに言って、はい。で、そこから習い始めたっていう。すごいですね。おー。すごいですね。そうなんだ。今、そうか。当時、小1ぐらいから習ってる子が今、
24歳なんですけど、まだ通われてますね。すごい。もう、はい。なんか成長を見てきたっていう感じで。その方は、でも、もう趣味でやってるんですか？それとももう、音楽の道に行ってるっていうか。あ、もう趣味で、全く。去年か一昨年ぐらいに就職したんですけど、SE になってるんですけど、はい。まあ、時間もまだあるからっていうことで、仕事終わりに教室来たりとか。すごいですね。ああ、すごいです。小1からだと7歳だから、もう十何年やってるってことですもんね。17年ぐらい来てる。まあ、そうするとそれでもやっぱり教わるものなんですか？教わるっていうか、まあ。うん。はい。教わってる方も、はい。長くいますね。長年教わってる方も。15年ぐらい来てる方もいらっしゃいますし。すごい、ね。はい。なるほど。そう考えたらすごいですよね。いや、すごいですね。もう。すごい。続けられるっていうのはすごいですね。メカルさんは、作曲とかも結構されてるんですかね？ CD とか出したり。作曲は全くやん、あ、全くというか、まあ、一曲ぐらいしかやん、あ、CD の、あ、はい、のために一曲書いたぐらいで。ああ、なるほど、はい、はい、はい。アレンジ、まあ、アレンジもそんな大したものをアレンジしてないんですけど。ああ。はい、やるっていう感じです。ああ。はい。でも CD 出されてますね。はい、はい、そうです。今日の曲。今日の、はい。はい。3年前に、出しまして。はい。はい。これ2曲は、沖縄民謡をちょっとジャズとかにアレンジした曲を、はい、はい。1曲はオリジナルで、歌った曲したやつで。あともう1曲は、ディズニーの、曲をちょっとアレンジしたりとか。おー、はい。っていう曲を4曲出させていただきまして。はい。メンバーもそれぞれ1曲ずつ変えまして。はい。何人だと、十何人ぐらいにレコーディングをお願いしまして。はい。という感じの CD を。あと、ジャケットあるんですけど、ジャケットは、瓶型って沖縄のそういうものがあるんですけど、はい。それをちょっと使いたいなと思って、いろいろ検索してたらですね。はいはい。浦添にある、浦添の前田にある、はい、グスク瓶型染め工房さんっていうお店があるんですけど。おー、はいはいはい。ここのお店のですね、デザインを使わせていただくことになって、で、それをちょっと使って、ジャケットも作りました。すごい。はい。ぜひぜひリスナーの皆さんにも、うん、はい、そうですね、検索していただきたいですね。うん、そうですね。うん、Amazon とか、あと、タワーレコードとか、置いてると思いますんで、おお、はい、置いてなかったら取り寄せもできると思いますんで、あは、はい、わかりました。CD のその、タイトルは何て言うんですか？海かじっていう。海かじ。はい。海の風って書いて海風です。おなんかやっぱり沖縄に、なんていうんですかね、思いがあるんですか？いろいろ。あ、そう。やっぱ沖縄出身、まあ沖縄から離れてもうちょっと長いんですけど、やっぱ沖縄生まれた ところなんで、はい、やっぱ、まあ思いが強いっていうか、あと昔、中学校の頃に、福原恒夫さんっていう、芭蕉布とか書いた、作曲家がいるんですけども、はいはいはい、その方の CD を聴いたときに、最後の曲に芭蕉布をジャズのアレンジで収録されてて、すごい印象的で、それ、あ、僕もちょっとそういうのもなんか融合っていうんですかね、うんうん、民謡となんかいろんなジャンルを融合させてみたいなと思って、で、今回、CD 作ろうと思ったときに2曲を、はい。民謡と合わせて収録させていただいた感じですね。うーん、素敵。
はい、ありがとうございます。ですね、そうか。普段こうメカルさんが演奏されてる曲っていうのはどういう感じなんですか、はい、ジャズなんですか。あ、そうですね、ジャズとかポップスとかあるんですって、うん、あと僕が、あ、ま、今ちょっとあんまりやってないですけど、一時期その沖縄の民謡とかをアレンジしたのをちょこちょこってやったりとか、うーん、で何回かやってちょっと訂正したりとかして、はい、で CD にしたって感じですね。うーん、沖縄の民謡ジャズにっていうのがすごい、ちょっとすごいですね。想像があまりつかないですけど、なんか、あのゆったりしたような感じがジャズになるんですね。うんうん、うん、そう、そうですね。あと、県内の方でも、沖縄県内の方でも結構、あの、CD 出されてる方もいらっしゃいますんで。ああ。まあ、独創的な、それぞれ違った色っていうんですかね。はいはい。アレンジがあって、すごい楽しいかと思います。そちらもぜひ、聴いていただければ。うん、楽しいかなと思います。うん、そう、僕の、あ、そうだ、僕のあの曲、YouTube でも聴けますんで。はい、はい、なるほど。はい。海かじで多分検索していただければ、ああ多分全部聴けるかと思います。おお。はい。わかりました。検索します。なんか、はい、チャンネルがあるんですか、そのメカルさんのチャンネル ?YouTube チャンネルが。あ、僕のチャンネルではないんですけど、あの、なんていうか、業者っていうんですかね。はいはい、業者が貸してくれてる。はい。あと、Apple Music とかにもありますんで。あ、はい。はい。それもただで聞けますんで、ぜひ。ああ、なるほど。へえーえー。そういうことですね。海風ですね。海風。うん、うん、うん。へえ、沖縄にはよく帰られてるんですか？沖縄は、はい、ちょこちょこ帰ってます。あ、そうですか。なんかこう、まあ、このラジオ自体が沖縄なんですけれども、はいはい、沖縄のここが素敵みたいなのありますか？そうですね。僕必ず沖縄帰ったら沖縄そば食べるようにしてるんですけど。おはいはい。はい。結構、あの、上から、北から南まで、ちょっと検索して、はい、食べて、ちょっと制覇したいなっていう。ちょっと時間だいぶかかりそうですけど、はい。沖縄そばもやっぱり、あ、ちょっと全然違うんですか、その北と南だと。あ、北と南、お店によってやっぱ全然味が違くて。そうなんですね。そうなんです。あと、お肉が違ったり。ああ、はいはい。同じなんですけど、やっぱなんか味が違ったりとか。はい、麺が違ったりとかですね。うん、沖縄は、まあ、ああいう、こう、ラーメンとかじゃなくて、大体沖縄そばみたいになるんですか、大体。あ、うん、最近はなんか、豚骨ラーメンとかもすごいいっぱいあるって、はいはいはい。そこもすごい賑わってるっていうふうに話は聞きます。でもやっぱり、基本は沖縄そばなんですね。あ、僕は、やっぱ、沖縄そばあんまり食べられないので、ああ、都内に住んでるんで。ああ、なんか食べたいなっていう気持ちになるああ、はい。確かに。ちなみに、お雑煮とかもあるんですか？お雑煮、あ、お雑煮はないんですけど、はい。あ、お正月に食べるやつですよ。はい、お正月に。お正月食べるやつ、あと、中身汁っていう、豚の腸が、おー、中身汁みたいなのがあるんですけど、お正月によく、食べたなっていう記憶がありますね。そうなんですね。そうなんですね。お雑煮っていう種類はまあ沖縄でないかもしれないですね。いや、あるかもしれないですけど。はいはいはい、はい。僕の家庭ではあんまり食べなかったですね。おせち料理とかもあんまり。そうですね。あ、おせち料理的なのはあると思います。沖縄ならではの、なんか豚のやつがあったりとか。へえ。東京みたいな、なんか甘いものっていうんですかね。のはあんまりないかもしれないですね。うん。そうなんですね。こう、沖縄に帰ったらここに行くっていうのはありますか？沖縄蕎麦屋さんですかね。あ、そう、まあ、それぞれのお店に行く感じで。なるほどですね。はい。へえ。
なんかメカルさんの雰囲気がすごい穏やかで。そうですね。ね、優しくて、なんかあっという間のお時間が経ってしまったんですけはい、ど。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかぜひぜひ、この後ライブがあるなどなどあったら、アナウンスしていただければと思うんですけれども。はい。僕、ホームページを持ってまして、そこにスケジュールとか、あと日々の出来事、まあ、大したこと書いてないんですけど、ブログついてますんで、僕の名前で検索していただければ、多分トップに出てくると思いますんで、わかりぜまひした。検索してください。ありがとうございます。じゃあ、ぜひぜひ、リスナーの皆さん、検索してください。ということでですね、本日ゲストはですね、トランペット奏者の、メカル森光さんでした。ありありががととうございましうございました。ありがとうた。ございました。この番組は毎週日曜夜8時から放送されております。また来週もお聞きいただけると嬉しいです。今日もありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさーい。